ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでハート・オブ・ロックンロールで始まりました。田村直美の好きで何が悪いということで、どうもこんにちは、田村直美です。嘘です。ということで、またあの翔太とちょっとスイッチをしてますんで、第3週目になります。今日の土曜日、これは、私野村義雄が、お届けということでございまして、まあ内容的にはいつもお互い一緒な感じなんで楽しんでいただけたらなと思いますけどもね、どうぞよろしくお願いいたします。そんなこんなでもう春一番も吹きまして、東京春一番も吹きまして、だんだんこのままポカポカになっていくのかなと思いきや、昨日おとといとかは結構暑かったんだよね、日中とか。だけどあのまた今日ぐらいからかな、昨日ぐらいからかな、ちょっと少し気温も下がってきて、今ね、今都内だいたい13度ぐらいでございますっていうことで、でも夜はまた冷えるんだよ、 4度とかになっちゃうから、うん、あの明け方近くとかね。だからこの出た寒暖差みたいなのに負けないように、やりたいと思いますけどね。で今日ちょっとだけ日が出た時もあったんだけど、どっちかというとずっと曇りです、基本的に。だからもう見た目の街は肌寒いっていう感じなんでございますが、皆さん風邪などひかずにお過ごしでしょうかっていうこんな今日でございますが、本日のテーマ、私の風邪ひかない方法、これでございます。私の風邪ひかない方法、これを皆さんの映像お待ちしております。こんな作戦を、やってます。もしくは風邪気味になった瞬間にこんな風にして風邪よそに行かせますとか、もしくは普段からあの風邪ひかないようにこんなことを予防してるんですっていうのもいろいろあると思いますけれども、私の風邪ひかない方法、これを皆さんからね今日メールでいただきたいなと思っております。もうたくさんものメールがあの来てるんで、そっちの方もありがとうございます。これ順次読んでいきたいなと思うんですけれども、メールの宛先は info ね、info@885fm.jp です。info@885fm.jp となっておりますので、そちらの方までどしどしと私の風邪ひかない方法、これあの書いて、もしくはあやっべえこれ絶対風邪につながるっていう瞬間にこれしてるんですみたいのあるでしょ。そう、僕結構あって、そのやっべえで朝起きた時にこれ絶対風邪ひくとかって思った時に何してるかっつーと、なんていうの、抗生物質を飲んで過ごす3日間みたいな感じ、それでごまかしちゃうんだよ風邪を、きっと。でもまあここ何年ぐらいかな、もう本当コロナになる前からですけど、4年ぐらいは特に大きな風邪をひきましたみたいなのはなくて、ただちょっと花粉症の疑いもあるような寒暖差アレルギーで、あのくしゃみが出ると止まらない、まあ昔からねくしゃみ一回出るともうくしゃみ恐怖症なんですけども、僕の場合、2回目3回目に出さないようにしてるんですけど、それやると20回ぐらいはずっと連発で出ちゃうんでくしゃみが、そこは逃げ時なんですけどもね、寒暖差アレルギーと信じております。私は花粉症ではありませんと信じたいということでございまして、私の風邪ひかない方法、これ皆さんの、風邪ひかない方法を教えていただきたいと思います。じゃあこの辺で本当に2曲続けて聞いていただこうかなと思いますけどもね、まずはですね、The Allman Brothers Band で Hot Lanta、 そして佐野元春で Strange Days。 じゃあオールマンブラザースバンド、そして佐野元春さんと2曲聴いていただきました。さあ、んな感じでございまして、なんかあれだね、2月ってもっと本当寒いんじゃないの、毎年。この前東京も、ね、雪降って、まあ、1日だけちょっと積もった日があったんですけど、それでもう交通の便はもう悪くなるし、でも
もっとそれで寒くなるんだとかって思ったら、今度またなんか中途半端にね、気温も上がるしみたいな感じで、なってますけど、なんでしょうね、これからは寒くなっていくのかな、いかないのかな、うん、もう暖かい方向に向か、春に向かって、でも春一番吹いちゃったもんね、そういえば。ということは春に向かっていくのでいいのかな、これ。あのさ、いっちゃん困るのはさ、着る服、今日何着ていこうって、で、昼間暑くて、仕事終わって帰ってくる夜寒いとかっていう時があるから、じゃあやっぱ一応こう、なんかコートを着て出ようって、家を出たら、あっちんすけどみたいな、荷物になるんすけどみたいな、でも帰ってくるときそれがないと寒いんですけどみたいになるでしょ。だからそういうのを考えても、ちょっとなんか今の気温のね、激しさっていうのは、上下差っていうのはもうほんとめんどくさいななんて思っている限りでございますが、さあそんな、こんな時期にぴったりじゃないかななんて思いますけどね。ここでじゃあ聞いて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 、田村さん何どういう風に言うんだろうね、聞いて聞いてっていうのかな、うん、もうここはもうみんなの風邪予防ね、風邪治し方、そっちの方にもどんどん行っちゃおうかななんて思っておりますけど、本日のテーマ、私の風邪ひかない方法ということで、まず最初はペンネーム、ラジオネーム、ゆきやすさんいただきました、ありがとうございます。私が毎日やっていて風邪対策になっていそうなのは、湯船に浸かること。 お風呂の蓋を半分閉めてタオルを敷いて iPhone 持ち込んで YouTube や SNS を見ながら 2,30 分は使ってます。これさ、のぼせない？温度にもよるかもしれないけど、でも湯船に浸かるっていうのはいいんだよね。湯気でこれ、それを吸い込んでるあれが、鼻とかさ、肺とかがさ、こう浄化されるんだよ、あれ、湯気とか吸ってると。だからいいことだと思うんですけど、 2,30 分ってすごいね。でもね、ま、昔同じようなことやろうと思って、なんかギターの本かなんか持ち込んで、やっぱ蓋半分閉めて、中に入った、お風呂に入って使って本を見てたけど、多分ね、あーもうダメだってなったのはね、多分5分も持たないと思う、僕持ってないと思いますね。あとは、死海の塩、死ぬ海の塩、死海ってね、あるんで、そういえばね、塩化マグネシウム、これ入れるのがお気に入りという、入浴剤的な意味合いでね、入れるのね、いいと思いますよ、こういうの。そう、湯船ね、ありじゃないですか。お名前はないですけど、乳酸菌飲料飲む、例えばヤクルトとかそういうやつ、善玉菌を増やせばいいと思うって、腸活にもつながるし、これはもう風邪っていうよりは健康になるために、腸活ってすごい大事なことらしいから、やっぱいいことなんだよね、すごくね。腸と脳みそってつながってるっていうから、だから気持ちが病んでる時って、ちょっとこう排便的なものが、お通じが良くなかったりとか、逆にバーみたいなこともあるらしいよ、うん、だから頭の中、脳みその中も健康でいると腸活にもつながるっていうこと、楽しいことを考えましょう、楽しいことを考えましょうっていう感じかな。うん、かよさんいただきました。風邪ひかない方法、免疫力が強い体に産んでくれた母のおかげ。お、風邪ひかない方法がね、 お母さんに感謝。風邪なんてほとんどひいてない、インフルエンザは記憶の中では1回しかかかったことない、コロナは未経験者。あ、もう僕とほぼ一緒ですねこれ。もともと寒さに強いんだろうけど、毎日欠かさずしてることといえばヨーグルトを食べることかなって書いてありますね。そう、やっぱ同じ、健康の方に一歩でも近づけば風邪が寄ってこないっていうことだねこれはね。でもやっぱ知らない間に来るじゃん、風邪菌っていうのは。忍び足、差し足、抜き足、差し足、忍び足で、相当近づいてくるからさ、いい加減してくれよとかって思うけどね。ラジオの方にも来ております。これ、ラジオネームひろみさんいただきました。スナック菓子を控えるようにしているです。え、スナック菓子を食べたいだけ食べた後、風邪を引きやすいなと気づいたのが15、6年前。おお、
スナック菓子は高脂肪高炭水化物の塊なので、食べ過ぎるとそれらを消化吸収するために体中のビタミンを奪ってしまうのですって。なるほどと納得して、それ以来気をつけるようにしています。以上です。そうですか。お菓子屋さんを敵に回してるという、うん、でも食べちゃうよね、やっぱね。なんだかでもさ、スナック菓子の中にはさ、ビタミン D が入ってますとかさ、カルシウム入ってますとかさ、意外と案外全部のビタミンを奪うような食べ物ばかりではないと思うんだけど、どうでしょうね。僕も嫌いな方ではないので、お酒飲みながらついついこうつまんでるっていうのは、食べませんとは言えないからな。そうか、じゃあ、まあ、控えるようにするのはいいかもしれないけどね。とにかくは味が濃かったりとかさ、そういうのもあるから、そういう注意はねあるかもしれないね。うん、まあ、うん、いいじゃないですか。さあ、どんどんいきましょう。風邪ひかない方法、これは、ブーコさんいただきました。おかしいなと思ったら早めに風邪薬を飲む。あ、これはまあわかります。僕も、まあ、魔王湯とかさ、カッコン湯とかさ、ああいうの飲んだりします。パッちゃんがやっていたシャワーで鼻からぬるいお湯を入れ喉まで流す。初め無理と思ったけど、やってみたらなんか菌が出るようなすっきり感がある。あ、鼻うがいね。うん、みかんとかそういう柑橘系をよく食べる。うん、柑橘系ね、わかる。それだからほら、みかんとか食べると風邪ひかないとかって、ね、お正月のこたつの上に、おばあちゃんちのこたつの上に置いてあるみたいな、そういうのありますね。ネックウォーマーをつけたら高くて冷たい風が首から入らないだけでもだいぶ違うよって。ああ、こう予防としてね、やっぱ暖かく自分を守るっていうことね、内側からも守って外側からも守るみたいな、そういう風な感じでございますかね。ちょっともっとなんかこんなのありますよみたいなちょっと探してみるよ。うん、その間ちょっと曲聴いてください。ジョニー・ミッチェルで Both Sides Now。 ジョニー・ミッチェルをお届けしました。ということで、どんどん結構面白いのもあるし、気が合うのもあった。僕と同じような人もいた。ちょっとずっと見てきたんですけど、ユンカさん、2、3日前まで風邪っぴきだったからそれは教えられません。そうですよ、もうすっかり大丈夫ですか今。風邪は治ったのかしら、ね、回復してたら良いんですけどね。それは教えれないよな、引いちゃってたんだもんな、それは。ブルゲンさんいただきました。風邪をひかない方法、めっちゃ基本ですけど、まずは手洗いうがい、外出は必ずマスク。これ一緒ですね僕ね。うん、みかん大好きだからほぼ毎日1個ずつ食べてます。おお、いいじゃないですか、ビタミン C。 あとは毎日ほぼ毎食ミニトマトを食べてます。リコピン取るようになってから風邪ひいてません。おお、トマトがいいんだ。もう何でも鵜呑みにするよ。うん、言っとくけど、何でも鵜呑みにするよ。いいものと言われたら何でも鵜呑みにするよ、この人。トマトね、ミニトマトでいいのこれ。ミニトマトか、ちょっと今日からやる。今日からミニトマト食べる。今日の夜から、今日ジャックダニエル飲みながらミニトマト決定です。今日からつまみは何日持つか分かりませんけど。カイファさんいただきましたね。母の田舎のおばあちゃんが手作りの梅干しを送ってきてたんだけど、その梅干しを母が焼いてお茶に入れて飲むと風邪ひかないからと、風邪ひきそうな予感がするときに飲んでるんだけど、本当に風邪ひかないのを試してみてって。梅干しは焦がさないように焼いてお茶に入れて身を潰して飲むだけだし。お、そうなんだ。梅昆布茶じゃダメなの。あれじゃダメなんだ。梅の風味がしてる粉だからダメなのかな、あれ。梅昆布茶っていうのはダメか。あれとは違うのか。うん、ちょ、梅で、梅あるんで、うちにも梅あるんで、梅潰してやってみますよ。真似してみます。はい。宇多田ねえこさんいただきました。暖かい日もあれば寒い日もあったりと、まだまだ油断できない季節。私の風邪をひかない方法は
手首足首生首を冷やさないかっこ温める、手洗いうがいは基本中の基本。ほう。さらに寝るときにはマスクをしてフードをかぶり、さらにタオルで首を締め、てるてる坊主のようになります。そして大事なのは喉保護のための鼻呼吸。あ、怖いですねそれ。それ例えばそれでさ、ね、旦那さんとかが仕事遅くなってそれで先に寝てて、ただいまとかっつって帰ってきて部屋バッて開けたらそれが横たわってたら怖いですね、その物体が。そこまでする、首まで締める。よく言うじゃん、タオルを玉ねぎとかさ、ネギを包んでくるんで首のところに巻いて寝るとか、それは鼻でビップスベポラップのほら首とか胸に塗るやつと一緒でしょ、あれ鼻でずっと吸ってね、よくするっていうことでしょあれ。そこまで、すごいな、これはなかなか。写真撮って送ってくださいよ今度、写真番組の方に、こんな感じですって。それちょっと見てみたいんだけど、それちょっと家族の方に撮っていただいてもらって、これですみたいな。ちょっと見てみたくなっちゃった、すっごく、フードまで被るのがすごいな。出てんのは目だけってことでしょ、怖いから。ということでございまして、もう一つぐらい読んでみようかな。ひとみさんいただきました。手洗いうがいアルコール消毒かっこ飲む方のね、この3か条欠かせませんということで、まあ、手洗いうがいとお酒ですか、もう一緒です。はい、この3か条はもう僕も欠かせませんので、絶対大丈夫。あ、もう一人いた、見えた、風邪ひかない方法、3食きちんと食べて毎晩缶ビールを 2,3 本飲んでることです。わかります、体冷やすんですよねそれで。ね、わかります。それも方法の一つだと思います。いいんじゃないですか、そう、もう人それぞれですね。直江さんいただきました。ズバリおバカでいることよ。あ、そうですか、バカは風邪ひかないって言うでない。そうです、そうです、バカで言いましょう、もう決定です、今日の優勝、今のやつ。わかんないけどね。じゃあこの辺で一曲聴いてみたいと思います。テレキストラクツバンドで Can't See About Me。 テレキストラクツバンド聴いていただきました。さあ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 、番組の方にも今どんどんメールも来てるんで、ちょっといくつかまた、こっちの今届いたばかりのメールですけど、マチューさんいただきました。風邪ひいちゃったら肉肉肉、お肉で心も体も大満足で治す、優勝。これも優勝、今日優勝何人も出てくる。ラジオネームトコナチュさんだらけた。私の風邪をひかない方法は食べて食べて食べ尽くして寝る、優勝。これも優勝、優勝です。体調、あ、これ誰だ、あ、匿名希望の、ぷくぷくみさん、体調怪しいときはカッコント、これ肩こりにもいい、喉怪しいときは龍角散ダイレクト使ってます。あのさ、龍角散ダイレクト僕も気になってんだよね、電車の中とかで宣伝とか見てるんだけど、飲みやすいんでしょあれ、ちょっと飲んでみようかななんて僕も思ったりなんかしますんで、試してみようかな、いいじゃないですかそれ。今日優勝結構出てるね、いいじゃん。はい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 。面白いです。こっちの方にも戻ろうと思います。秘密のアコちゃんいただきました。毎日ニンニクの醤油漬けを 2,3 粒食べること、それから、ガラガラうがいではなくて口の中でクチュクチュと約1分間
して口をすすぎます。自分には一番これが合ってるみたいです。ちなみにニンニクの醤油漬けは自家製ですよ。あ、じゃあもうご自身でつけてね。でもニンニク、うん、あの結構取るから僕も、それは家でもお店でも、もう今もうすっごいカレー臭い、ニンニクの匂いだから、電車とか失礼でしょうがないもん、電車乗ってると大変。もう今ほら YouTube で画面見てる人大体 僕周り見て、体周り見て黄色くなってない？モワモワモワってそんなことはないだろう。え、それえニンニクですということで、え、そんなことはないと思いますけどね。さあさあ、もう本当にいろんな人が、ちょっと出てきてるのは面白いんですけど、あ、ちゃんとほらまた真面目なのもちゃんとあるんだからね、言っとくけどね。恵美子さんいただきました、風邪ひかない方法、うちの母88歳に聞いてみました。そしたら奥戸さん、かまどのことを奥戸さんって言うんだねきっとね、かまどの湯気で冷えた鼻を温めるといいとのこと、卵酒を飲んで体を温めることでした。とにかく体を冷やさないことですね。これですよ、模範解答。さっきのビール3本飲んでみたいな、キンキンに冷えたビールでしょ、どういうことだね。人それぞれの予防法とか治し方あるかもしれないけど、うん、これですよきっと。はい、あとね、なんかあったんだよメールで面白いのが、あの今日のメールのやつでどれだっけな、あったんだよな、さっき見てておーいっていうのがあったんだよ。あ、これようこさんいただきました。私がやってるのはお風呂から出るときに冷水シャワーを浴びることです。もちろん冬も意外に体も温まるんですよ。徐々に冷たくすると耐えられます。やってみて。やんないです、絶対やんないです、もう無理、冷たいの絶対無理だから、間違ってもやんないです。はい、ああだってさ、せっかく温まったのにもったいないと思わないのかな、うん、思っちゃうんですけどね。だからよくさ、ほらなんだっけ、サウナとかでさ、何分間暑い部屋で汗かいて水にガスンみたいな、あれもあの怖い人なの、うん、足の先っちょだけちょっとちょっと冷たい、冷たい、うーやめた、やっぱ普通のお湯入っちゃおうみたいな、なんかそういうタイプ、うん、水風呂には入れないから、多分シャワー、水のシャワー浴びるのちょっと無理だろうな、弱虫なんで、それはできないです、うん、はっきり言ってできないです、無理と思いますけどね。まだちょっと行ってみましょうよ。あ、ユミポンいただきました、私の腸活、あ、これか風邪、あのお腹から元気になろうです。うん、ほいで腸活の一日の大切な相棒は、黒酢と豆乳とオリゴ糖で作ったドリンク、すごいね。ほいで長芋と納豆で腸を元気に、ネバネバ免疫力アップ、ぬか漬けで腸の悪い菌をノックアウト、お腹を元気にすることで、風邪もひかない上に花粉症予防や お肌もツルツルって書いてありますけど、やっぱあのそういう腸の方にね、やっぱ気を使ってるね。ご本と言ったら、はい、すいません、ご本と言うか、帰り買いますよ今、うん、買う今日、うん、風間違えた、あれ咳だ、うん、CM やってました、咳ご本といえばっていうのやってましたね。チーブーさんいただきました、うちの次女の話です。小学校5、6年生ぐらいの時に突然ジャンパーを着たがらない時期があり、真冬でも長袖 T シャツとジーパンだけでした。あの頃は風邪ひかなかったな、薄着が良かったのかしら。いやいや、子供は風邪の子って言うじゃん、うん、だから
ちょっと子供みたいな格好は大人は無理だからね、うん、そこのところはちょっと注意していただきたいと思いますけどね。ね、ちっちゃい時だって冬でも半ズボンだったもん、やっぱ今思えば。今の子たちもそうなのかな、うん、どうなんでしょう。ちょっとそういうのも観察してみたいなと思いますけど、じゃあこの辺でまた曲の方に参りたいと思います。エアロスミスで Get a Grip。 エアロスミスで Get a Grip 聞いていただきました。ということでございました。今さ、龍角散ダイレクトの話したらスタッフの人が持ってきてくれたの、ありますよとかっつって、でピーチ味、うわ、あの生まれて初めての龍角散ダイレクト今飲みたいと思います。さっき5本ありましたんで、5本しましたんで、あ、オープン、水なしで飲んでいいんだよね、このまま、このまま、いちょっと、ん、うん、お菓子だ、感覚的にスーッてするけど、でもピーチ味、あ、買って帰ろう、ちょっと好き。すごい単純でしょ、単純だよね、やっぱ単純だよね。あー、ありあり。でもこの後はちょっと飲み物は少し控えないと、こうなんか喉の今スースーもうちょっとしたいから、ちょっとしばらくちょっとこのままでいますわっていうことでございまして、今日は、私の風邪ひかない方法、最後にもう一個だけ読みたいと思います。マチューさんいただきました。風邪、私の風邪ひかない方法はメンタル負けない。はい、優勝です。はい、優勝です。もう何にも寄せ付けないでしょ、これ一番でしょ。はい、ということでございまして、ね、まあ、本当風邪なんか気をつけて、引かない、なるべく引かない方がね、いいと思いますし、うん、暖かくしてお過ごしくださいっていう感じかな。もうそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、まだね、まだまだ夜とかも本当寒い、ね、日がなんか続いてますから、本当風邪た子には気をつけて毎日お過ごしください。朝もね、寒かったりとかしますけどね、気温差っていうか寒暖差っていうか、そこ注意して毎日を過ごししていただきたいと思いますっていうことでございまして、さあお送りしてきましたエモーショナルビート、そろそろお別れでございます。次回はね、僕は3月2日第1土曜日ってやつですね。そして田村さんは3月16日第3土曜日で、要するにお互いの番組の方に戻りますんで、そこのところよろしくお願いしますっていうことで、そんな3月2日僕の方の時の、お題いいですか、テーマ。3月2日のテーマは、まだ今年も始まったばかりなんで、今年吉尾にやってもらいたいことあるでしょう。いろいろ大食いとかさ、そこじゃないだろう、そこじゃないだろう、 そういうゲームじゃないだろう。ライブだったり、あのバンドのライブとかさ、これとか、ああいうこと、配信とかでこういうのやってもらいたいとか、そういう何かを僕にやらせたい、今年これやってくれませんかっていう、やってみない、やっちゃえばっていうのがあったら、なんかイメージしたもので、うん、自転車日本一周とかね、仕事できねえじゃん、全然そんなのやってたら。だからそういうのも踏まえてですね、こんなのどうよみたいな、なんかアイディアがあったらちょっと教えていただきたいと思います。自転車日本一周はやりません、絶対先に言いますけど、絶対やりません。パパチャリ東京都内一周もやりません。富士登山もやりません。皮膚弱いんで分かんないね、その理由もね。とにかく今年吉尾にやらしたい、これぜひ教えてください。何を僕にやらしたいかっていうのを、教えてください、お待ちしておりますっていうことでございまして、もう何や、なんかやりたいことあるかな。なものづくりが好きだからね、でもね、どっちにしろ多分またものを作ってる、あれを作ってとかっていうのもあるかもしれないね。うん、あんな楽器を作ってみたいのもお待ちしておりますんでね。ということで、この時間のお相手は私、田村直美でした。まあ間違えた、野村芳雄でございましたということで、この番組は WR レーベルの提供でお送りいたしましたということで、じゃあ次は3月2日にお会いしましょう。ではでは。